10月24日のリビングライフです。皆様いかがお過ごしでしょうか。大和カルバリチャペルの副牧師倉知恵です。今日も皆さんと共に神様の豊かな御言葉を味わってまいりたいと思います。実際にありそうなこんなジョークから始めたいと思います。あるお母さんがママ友を呼んで夕食会を開くことにしました。まあ結構準備が忙しくて、てんてこまいということでありましたが、やっと準備が整ってみんながテーブルに座りました。6歳の娘に「あなたお祈りしなさい」というふうに言いました。なんて祈ったらいいかわからないというので、お母さんが「いつもお母さんが言ってることを祈ったらいいのよ」というふうに言いました。すると娘は「と考えて祈り始めました。なんて祈ったと思います？なんで私こんなにたくさんの人呼んじゃったのかしら、と祈ったということであります。おかしいですね。子供はお母さんの言うこと、親の言うことをよく聞いているということでありましょう。私たちの神様は私たちのことをすべて知り尽くしておられるお方でありますが、そんな私たちを愛を持って取り扱ってくださるお方です。今日はエゼキエル書24章1節から14節を通して、私たちが清くなることを願われる神と題してお話をさせていただきます。エゼキエル書24章1節から14節。第9年の第10の月の10日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、この日、ちょうどこの日の日付を書き記せ。ちょうどこの日に、バビロンの王がエルサレムに攻め寄せたからだ。あなたは反逆の家に一つの例えを語って言え。神である主はこうおせられる。鍋を火にかけ、これを据え、水をこれに注ぎ入れよ。これに肉の切れ、ももと肩の良い肉の切れを皆一緒に入れ、襟抜きの骨でこれを満たせ。襟抜きの羊を取れ。鍋の下には薪を積み、よく沸騰させて、その中の骨も煮よ。それゆえ、神である主はこうおせられる。ああ、流血の町、錆びついている鍋、その錆びは落とせない。一切れずつそれを取り出せ、くじで引いてはならない。彼女の血はまだそこにある。彼女はそれを裸岩の上に流し、地面にそれを流さず、これに土をかぶせようともしなかった。私は憤りを募らせ、復讐するため、その血を裸岩の上に流させて、これに土をかぶせなかった。それゆえ、神である主はこうおせられる。ああ、流血の町。私もこれに焚き木を積み上げよう。薪を増やし、火を燃え立たせ、肉をよく煮、味をつけ、骨も燃やせ。鍋を空にして炭火にかけ、その聖堂を厚くして、その中の汚れを溶かし、錆がなくなるようにせよ。しかし、その骨折りは無駄だった。そのひどい錆はそれから落ちず、その錆は、なお火の中にあった。あなたのみだらな汚れを見て、私はあなたを清めようとしたが、あなたは清くなろうともしなかった。それで私があなたに対する私の憤りを鎮めるまで、あなたは決して清められない。主である私は言った。それは必ず起こる。私はそれを行って、なおざりにせず、惜しまず、思い直しもしない。あなたの行いや技に従って、あなたを裁く。神である主の御告げ。
このエゼキエル書24章は衝撃的な言葉で始まります。24章の2節、人の子よ、この日、ちょうどこの日の日付を書き記せ。ちょうどこの日にバビロンの王がエルサレムに攻め寄せたからだとあります。二度もちょうどその日、ちょうどその日と出てきます。これは第二列王記の25章にあるように、バビロンの王ネブカデネザル王がその全軍を率いてエルサレムに現れ、陣を引いて周囲を取り囲んだ、攻め込んだちょうどその日ということであります。戦場のカメラマンではありませんが、目の前の出来事を実況するかのような緊迫感を感じる御言葉です。エルサレム陥落の歴史的な瞬間に神の言葉があったということは注目するべき内容であると思います。今日の予言の中に錆びている鍋という例えが出てきます。これはエルサレムの町を表し、良い肉や骨というのはエルサレムの住民の有力な人々を表します。ですから再三語られてきた偶像礼拝、子供を犠牲として捧げるといった罪の報酬がそのような形でエルサレムの町に及ぶということが書かれています。14節、主である私は言った、それは必ず起こる裁きであります。私はそれを行って直ざりにせず、惜しまず、思い直しもしない。あなたの行いや技に従ってあなたを裁く神である主の御告げと。あなたを裁く、ピリオドです。神様は罪を見逃される方ではありません。使徒パウロはローマ人への手紙の6章で、罪の支払う報酬は死である、これもそれでピリオドです。その法則というのは今に至るまで変わりません。神様は罰が支払われるまで裁きを惜しまず、思い直すことがないという。しかし私は今回このエゼキエル書の24章13節の中に、まあ、ここも一見恐ろしい内容ですが、大きな希望を見出しました。ご一緒にそれを発見したいと思います。24章13節、あなたの乱らな汚れを見て、汚れを見て、私はあなたを清めようとしたが、あなたは清くなろうともしなかった。この後です。それで私があなたに対する私の怒りを鎮めるまで、あなたは決して清められないと。どこに書かれているんでしょう。私はこう思いました。神様は私たちがではなくて、神様ご自身が人間に対する怒りを鎮めるまでと、そうおっしゃった。神様の憤り、怒りを鎮めるのは人間ではなくて神様ご自身なんだと。裁きを免れない私たちのために、その裁きを、憤りを鎮めるために、自ら裁かれてくださった方がいると聖書は伝えます。それが主イエス・キリスト様であります。和歌山県は橋本という町に平岡修司先生という素晴らしい主の器がいらっしゃいます。この先生が若かった時であると思いますが、1歳7ヶ月の息子シモン君を天に送ったその証を読んで、私は心が震わされる思いでありました。ある日突然、1歳7ヶ月のシモン君が肺に膿がたまる症状で入院しました。平岡先生は招かれたその教会でご奉仕をしていましたが、そこから病院に駆けつけると、点滴が外れないようにベッドに縛り付けられている息子さんの姿がありました。肺には膿を取り出すための、まあ、チューブのようなパイプが挿入されていました。父を見るなり、このシモン君は、まあ、1歳7ヶ月ですよ、乳乳高台とそう言ったそうです。牛乳が欲しかったんでありましょう。でもお医者さんに水分を取ることを禁じられていて、お父さんはたまらない気持ちで奥さんと手を取って、神様、あなたが与えてくださった子供ではありませんか、どうか癒してくださいと祈りました。
どうなったと思いますか？数日後、ベッドの横で祈るこのご両親に向かってシモン君は横になったままバイバイと手を振って、そして意識を失いました。それから3日後、小さな命が天国に帰っていったそうであります。動かなくなった息子を抱きしめ、狂ったように平岡先生は、なぜこんなことが起こるのですかと、生き返らせてくださいと祈る平岡先生に十字架の幻が見えました。愛する息子の小さな両手を見ると、そこには点滴針の跡で真っ青でありました。十字架を見上げると主の両手には釘が打ち込まれております。愛する息子の小さな背中を見ると、ベッドに縛られて寝返りができなくて、床ずれのために背中が真っ赤でした。十字架のイエス様を見ると、鞭打たれて背中が裂けて、肉が裂けて、血を流して真っ赤である姿。愛する息子の小さな胸を見ると、海を吸い出すためのパイプが刺されていた。イエス様の脇腹には、兵士に突き刺された槍の跡がありました。愛する息子の言葉、乳乳高台、イエス様の我乾くという言葉が聞こえてきた。愛する息子をそのまま抱きしめると、私の目から涙が溢れてきましたとありました。平岡先生は証をこう締めくくっています。自分の一人子を十字架にかけて見殺しにする父の心の痛み、本当は死ななければならない私たちのために代わりに十字架で死んでくださった。今これを信じるならあなたは救われます。これを読んでいるあなた、今があなたの救いの時です。いかがでしょう。あの十字架上で全ての裁きは完了し、神様自ら懲らしめを受けて救いの道を開いてくださったのでありますから、第2コリントの6章にあるように、見よ今は恵みの時、見よ今は救いの日であると、エゼキエル書の厳しい裁きと滅亡を知るほどに、私たちを清めるために主がなしてくださったことの大きさ、その大いなる御業に感謝するものでありたいと、そう願います。今日のメッセージ、今日の御言葉の黙想は、ちょうどこの日というところから始まりました。新約聖書のルカによる福音書には、今日という言葉が意識的に使われているのをご存知でしょうか。イエス様の降誕には、今日ダビデの町に救い主がお生まれになった、あのザーカイのところでは、今日この家に救いが来た、十字架上でイエス様はあの貼り付けにされた強盗に、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいると、そうおっしゃられました。イエス様を見上げるときに、今日ちょうどこの日、あなたもあなたの人生も新しくなります。あなたの今日が救いの喜びに満ち溢れますように、お祈りをお捧げいたしましょう。愛するイエス様、私たちは今という時の中に生きています。自分を見ますなら、罪と汚れに満ち溢れているというところでありますが、主を見上げるときに、そこには救いが、清めが、励ましがあります。あなたから目をそらさずに、あなたの時の中に生きることができますように、お一人一人を祝福してください。イエス・キリスト様のお名前によってお祈りをお捧げします。アーメン。